はい、どうもことです。今回はね、モノアイズのフォールアウトの解説をしていきます。チューニングはレギュラーチューニングです。じゃあ早速イントロからやっていきます。はい、ここなんですけど、結構簡単ですね。最初5弦の開放の音と、で4弦の9フレット、この2つを押さえてます。でその次が6弦の9フレットですね。と4弦の9フレット。はい、ここは多分大丈夫だと思います。じゃあ次、イントロのリードパートやっていきます。はい、これの繰り返しですね。これ全編通して結構出てくるので、ちょっとタブ譜出しながら一回ゆっくり弾きます。しっかり右手で一回一回ミュートするのと、あとしっかりこの左手で弾く弦以外はミュートすることですね。まあ、例えば1弦弾くときは人差し指の先っちょとかで2弦をミュートします。指の先で軽く触れて音が出ないようにします。基本的に全部一緒ですね。3弦いくときも指の中で 1,2 弦ミュートして、指の先っちょで4弦ミュートします。はい、まあ、基本的にこんな感じでミュートしながら一個一個単音弾きなんで、まあ、リズムだけちょっと気をつけていけばいけると思います。じゃあ次バッキングパートやっていきます。基本的に全部パワーコードプラスオクターブ上の音で弾いてます。このルートと5度上の音と、で小指でこの1オクターブ上の音を一緒に押さえてます。基本的に全部この形です。まあ、このバッキングもね、サビとイントロと、まあ、結構出てくるので、まあ、これさえ、まあ、進行さえ覚えればいけると思います。はい、で次なんですけど、2番の A メロですかね、ちょっと弾いてみます。これの繰り返しですね。これがサビ前まで続きます。でサビの入りなんですけど、こんな感じで動いてます。これ結構かっこいいんでね、まあ、サビの前の決めみたいな感じなんで、まあ、結構大きく横移動するんですけど、僕はバッチリ決めるとかっこいいですね。はい、イントロ、バッキング、リード、2番の A メロ、多分ね、この3つのフレーズで全部いけると思うんですけど、ちょっと見逃してるところあったらごめんなさい。じゃあちょっと今回多分短いですけど、こんな感じで終わりたいと思います。よかったら概要欄に僕のブログとか SNS のリンク貼ってるんで、よかったら覗いていってみてください。じゃあ最後、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。